THOR さん、センシティブです。自殺したいと思ってしまうことありますが、またなぜ40まで人生を終えようと。まずその人生を40歳で終えるみたいな。まあ僕昔26歳の時に自分の年表っていうのを作ったんですけど、まあそこで40歳で死亡っていうのが僕の人生年表になってるんですね。まあ詳しく知りたい方は僕のツイッター見てほしいんですけど、で、なんで40歳で死ぬっていうふうに仮定したかというと、まあなんか、特にそんな深い意味はないんですけど、僕もともとなんかそんな長い時代願望なかったので、まあなんかすごく短くていいかなみたいな。まあそれで40歳みたいな感じで。で、あと自殺したいと思ったことありますかっていうところで、僕もともと生きる意味わかんないなとか人生飽きたなみたいな、それはもうずっと思っていて、そもそも人生意味ないものっていうふうに、まあ今でもずっとそう思っているので、まあだから長生き願望もないですね。でもかといって自殺したいかって言われたらそれはしたくなくて、なんでかっていうと、僕一回実は死にかけたことがあって、目の前で拳銃突きつけられたんですね。で、その時に、あ、死ぬって思ったんですけど、その時本当に嫌なことっていうのは、痛いのが嫌だっていう感情なので、まあ、自殺ってなったら多少痛そうじゃないですか。だから、痛そうだから死にたくないみたいな。